百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。お願いします。今日は早速ね、攻めの動画の3本目いきたいんですけど、1本目、2本目見てない人はそっち先見てくださいね。繋がってるからね。この攻めのビデオの3本目のテーマはズバリ相手を引き出せるようになることです。相手を引き出すってことはどういうことかというと、自分の打ってほしいタイミングで自分の打ってほしい場所を相手に打ってもらうことができる。相手がいつ面を打ってくるか分かれば、それに対して出後手なり返し胴なりできるので、それをコントロールできるの。今はもしかしたら出花後手とか返し胴とか技をね、みんな運でやってるかもしれない。これをコントロールできるようなんです、相手を。だからもう技が思いのまま。このビデオでお話しする相手を引き出させるっていうのは、フェイントとかね、引っ掛けとか、面に見せて固定とか、固定に見せて面とか、そういう次元のもんじゃないからね。いわゆる普段の稽古で、もう当てっこ剣道ばっかり引っ掛けて騙してやってる人は、なかなかやっぱり上達しないです。でもこれを覚えれば絶対、剣道が変わるから。相手を引き出すために何が必要か、これは今日のテーマです。緊張と解放。みんな大好き桃太郎が家来を連れて鬼退治にやってきました。猿、犬、キジ。実際鬼ヶ島にはだいたい月に1回ぐらい桃太郎のように村の期待を背負って一攫千金を狙って鬼を退治しに来る人間が来ます。どうやって鬼はその都度人間たちをやっつけているのでしょうか。いざ勝負。桃太郎は刀を振りかざして鬼の前に来ました。そうは言ったものの間近で見ると鬼はでかい。アンドレ・ザ・ジャイアントみたいです。体は真っ赤で筋肉隆々、目は鋭く、片手で振り回す金棒で殴られようものなら骨まで砕けてしまいそうです。犬はこれどう考えても桃さん負けるやろという目でこっちを見ています。猿はすでにどっかへ走り去りました。キジは何の役にも立ちません。餌代がかかるだけでした。修羅場やな。頼れるのは結局自分だけ。桃太郎は大きな大きな鬼の前に立つだけで汗が吹き出し息が詰まる思いでした。鬼もようやく本気になり桃太郎の前に立ちはだかりました。おりゃー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 。お互い中段の構えから鬼が右足をぐっと一歩踏み込みました。桃太郎の体にプレッシャーがかかります。息苦しい。先に打って出た方が負ける。桃太郎は尋常でない我慢の最中です。そこへ突然ピーパッパッパラッパパッパッパラッパ、鬼の携帯が鳴りました。しもしも、いや、あと15分待ってって言うたやん。そんなに怒らんといて。わかったわかった、後から美味しいもん食べさせてあげるからもうええやろな。ほな切るで。今だ。卑怯な桃太郎は後ろを向いて電話をしている鬼に飛びかかっていきました。その瞬間、鬼の目がキラリと光りました。うっそでーす。はい、来たー。実は、鬼はこのタイミングで桃太郎が飛びかかってくるのを待っていたのです。電話なんて最初から繋がっていません。全部一人芝居です。なし汁ブシャー。桃太郎は鬼に見事に切られてしまいました。なぜ桃太郎は先に出た方が負けると分かっていたにもかかわらず自分から出てしまったのか。それは最初の切羽詰まったせめぎ合いの中で緊張が最高に高まった時に鬼の携帯が鳴るという突然予期しない緊張の切れ目があったからです。緊張と解放、イメージできました？剣道で言うと、先と先で構えて、いやーってやってる。一本目と二本目のビデオ覚えてる？先から気が出てる、レーザーが出てる、うわーってプレッシャーをお互いに与えてるよね。ぐわーって愛気になって、ぐわーって気持ち高まったところも最高潮になったところに片方が、はいどうぞ。で、その緊張を解放してるんです。その瞬間、相手はもう本能で、いたたまれなくなって、バーって出ちゃうわけですよね。それが引き出すってこと。ちょっとイメージね。お互い構えて先と先で、やーってやって、盛り上がってきた。相手のこと探ってる、盛り上がってきた。盛り上がってきた。うわーって最高潮になった時に、突然片方が、はいってやってみて。これも打つしかないですよ。打つしかないところを打つ、先に。これが引き出したってこと。もう一回いくよ。お互い構えて、いやーってなって、盛り上がってきた。うわーってなった時に、突然片方が、はいってほら。目開けたらどうする？
うわって打っちゃうでしょ。それに対して先に打つ、これが引き出して打つってこと。じゃこのビデオの最初で相手を引き出すってことがね、騙しや引っ掛けじゃないんだよって言ったのはね、もうこういうことで、まさにこういうことで、すごくね勇気がいるんですよ。これはお互い構えてうわーってやってる、気持ち高ぶってる、その最高のところでハッて隙を見せるんだから。誰だって怖いの。引っ掛けや騙しって怖くないでしょ。やる方は相手を引き出させるっていうこと、怖いのよ。勇気がいるの。これ普段の稽古だったらまだねなんかできるかなって思うかもしれないんだけど、試合審査でこれできますか、怖いでしょ。それぐらい勇気がいることなんだよ。実際形としては結構シンプルなんですよ。お互い構えたとこからいやーってやるでしょ。攻めるときは中心線取るって言ったでしょ。この状態、中心線を取った状態から、攻め勝ってる状態から、お打ちなさいって言って、右足から入って、パッと、中心線を外してやる。下でもいいよ、上でもいいよ、外してやる。その瞬間、相手は中心を取ったと思って、もう反射的に打ってくるんですよ。必ず打ってくる。この3本目のビデオが、1本目、2本目と大きく違うのはここなんですよ。1本目2本目は中心線を取る、こっちが攻めるからこっち取るよね。取ったらもう外さないで、外さないで、ギリギリまで外さないで、そのまま打つっていう話だったじゃない。3本目の相手を引き出すやつは構えて攻めて攻めていっぱい気を出してまで一緒なんだけど、最後の最後の瞬間で中心線をこっち側をあえて外してやる。小さく外す、下でもいい、上でもいい、小さく外してやる。その瞬間相手が真ん中を取ったと勘違いするから思わず出ちゃうわけで、そこをトンと先に打つ。なんでね、やーって構えてはいどうぞってやれると思わず体が出ちゃうかっていうと、これはもうねこの形になんか記憶ない、やーって構えてはいどうぞ、やーって構えてはいどうぞ、これは子供の頃から我々が基本打ちで元たちの先生に何回もかかっていった形そのものなんですよ。先生もやーって構えてはいってやるでしょ。お互いやーって構えて子供たちが打ってきたいのに、先生が大人の先生がずーっと中心線構えたままってことないでしょ。必ず最後にはいここだよってやるでしょ。これと同じことをやられるんですよ。だから思わず体も覚えちゃうし出ちゃう。そしてその緊張と解放、緊張と解放がもうその差が大きいほど思わず出ちゃうんですよね。何にも構えてない緊張してないところで、はいどうぞ、はい打ってね、絶対出てこないです。なぜ本能で体が動いちゃうのかっていうことに関しては、前撮ったビデオで、なぜあなたの面は当たらないのかっていうビデオがあるんでね、そちらで詳しく解説してますんで、また見てください。ここからなんですよ、皆さん知りたいのは。じゃあどういう稽古をすればできるようになるの？今の剣道をどういう風に変えていけばいいの？一言で言うと、ズバリ打たれる稽古なんですよ。嫌でしょ？打たれるの嫌でしょ？打たれる稽古。打たれる稽古って言っても、ただぼーっとしてて打たれる稽古じゃなくて、もちろん最初構えてお互い張って張って張って最高に緊張を持っていった、その中でハッとこう緊張を解放することができるかどうかなんですよ。これ最初めちゃくちゃ怖いです。めちゃくちゃ勇気いります。ぐわーってやったままそのまま打つ方が楽だから。だけど、ぐわーっと構えて緊張して、ぐわーってきたところに最後の最後でポッと緩めることは、お打ちなさいって緩めることができたら、必ず出てきます。それで難しいのは、最初はその出てくるんだけど、それに対応ができなくて、ガン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 打たれるんですよ。いいの。いいの。ポイントは、絶対相手から目を離さないってこと。絶対目を離さない。打たれてもいいから、目を見たまま打たれる。大丈夫。それをやってると相手が見えるようになってくるんですよ。必ず一歩入った方が相手が見えるから、一歩入って緊張を解いてやる。そうすると相手が出てくる。これが見えるようになってきたら、そこで初めてこっちが後から打っても先に当たるようになってきます。僕の前の YouTube のビデオでね、6段審査の一発合格の方法っていうのがあるんだけど、その中で審査の中でお互い構えて一歩入って相手が出てくるところを打つんだよって話したんだけど、まあ形としてはそうなんだけど、実際はそこにこういう気持ちとか気とかビームとかレーザーとか、こういうグワーっていうプレッシャーの中でグーっと緊張して緊張して緊張して、それを解放するから相手が動くってことだよね。だからね、この相手を引き出すっていうのは、ぐーっと緊張しながらね、解放するっていうのはね、すごく勇気がいることだって言ったんだけど、これはね、うちのスピードの勝負ばっかりやってると、相手を引き出して、後から打っても先に当たるんだっていうことがね、なかなかやっぱりね、理解できないんですよね。信じられない。理解っていうのは信じられない。だからどうしても、
構えて、いやーパーンスピード勝負、パーシュパーンってスピード勝負やっちゃうんだけど、特にね、年齢が僕みたいに40超えて50近くなってくる人っていうのは、もうここが本当にね、ターニングポイントです。そういう剣道はもうやっぱりずっとできないし、それやってると段位がね、上がっていかないと思うんですよ。しかもそれは誰からもね、やっぱり言われないんですよ。年齢が上がっていくと、もうね、言ってくれなくなるんです。自分でちょっとこう変えていかないといけなくなるんですよね。それでも相手を引き出せない？それはまだあなたの顔が怖いからです。最初の桃太郎の話で言うと鬼の顔してるんですよ。まだ鬼の顔、相手がちょっとでも動こうもんならうわー撃つぞーっていう顔になってて、お撃ちなさいって口では言ってんだけど、もう全然その気がない。中心線取りまくり、攻めまくり、プレッシャー、この状態だと相手は絶対撃てない。この鬼の顔の時じゃなくて、鬼の携帯が鳴ってしもしもーって言った時、この瞬間が相手が動けるんですよ。緊張と解放、緊張と解放、思い出して、小学生の時思い出して、小学生の元立ちする時思い出して、小学生にうわーって鬼の顔、剣線真ん中取りまくり、プレッシャー、誰が打ってくるんですか？打ってこない、怖い、みんな泣いちゃう。違う、小学生に打たせてほしかったら、いやーはい、いやーはい、どうぞお打ちなさい、お打ちなさいってやんないと。それでもまだ怖いよ、ちっちゃい子だと大人にかかっていくのは。それでも腰を落としてよっこいしょってやってやるから、打ってこれるんですよ。次はね、まあ相手を引き出すことの練習していく上のちょっとポイントになるかもしれないんですけどね、一歩入ってお打ちなさい、中心線をちょっと開いて、いやーって攻めとって緊張と解放、この練習っていうのはね、講談社の先生にまず最初から通じるもんじゃないです。そういう先生は同じレベルのそういう先生と毎回この稽古やってるんですよ。皆さんがこれから練習しようとしていきなりやったとしても、それはまず通用しません。そういう講談社の先生と稽古するときは、もうどん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 自分からかかっていった方がいいです。まず最初練習したいんだったら、自分と同じかちょっと段が下ぐらいの人とやってみてください。そうするとびっくりするぐらい出てくるのが分かるようになると思います。上手になってきたら講談社の先生と互角稽古の中でちょっとやってみる。相手の先生絶対感じてるはず。あ、こいつなんか工夫しだしたなっていうのを感じてくれてるはずです。自分の攻めが講談社の先生に効いてるかどうか分からない。そりゃそうですよ、講談社の先生ってちょっと攻められたぐらいでも動じないんですから。今日のビデオのまとめです。相手の引き出し方、緊張と解放が大事なんですよ。緊張が高ければ高いほど解放した時に思わず体が出てしまいます。まっすぐ構えて、お互いいやーと構えて構えて構えて、ふっと中心線を竹刀の半分ぐらい、大きくないよ、竹刀の半分ぐらい少し開けてやると相手は思わず出てきます。そこを小手面胴先に打つということですね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるでしょう。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。